はい、お願いします。
ちょっと大きな声で歌ってみようかなというふうな歌がありますので、聴いていただきたいんですけど、私たちは、結成してまだ3年目というまだ短いんですけれども、グループホームなどの施設の方にミニコンサートをさせていただいたり、あとちょっとしたフェスティバルに招いていただいたりしております。白衣ミュージックファクトリー のメンバーの中でこの今日のアコースティッククラブの会がありまして、今日はグループバンドが出ましたけれども、ぶっちゃけこれが私たちの新校長というか集大成というか、年に1回のこの2月にするこのコンサートを一番大事にして、一番力を入れて、もう何ヶ月も前から何回も皆さんでミーティングをして今日迎えることができました。なので今日は本当にたくさんの皆様が来ていただいて嬉しく思います。次の曲は、今朝ドラで朝がゆくが流行っているんですけれども、ちょっと1年前のマレちゃん、皆さん見ていました？マレ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 、輪島のマレが主題の朝ドラ見てなかった？皆さん見てたよ。見てたね、ありがとうございます。で、その時の挿入歌でマレドラという曲があります。みんなもう忘れてるかもしれないけれども、せっかく石川県の、石川県が舞台になったマレちゃんの歌なので、これを曲、歌わせていただきたいと思います。Thank you.
がありましてですね、あのピアノのまさのちゃんのお母さん、きみちゃんっていうお母さんもいるんですけど、今日来てくださいました。娘の春舞台を出るのは3年目にして初めてだそうです。で、まなぶさんのお母さん、まこちゃん、ひこちゃん、ひこちゃんも今日来てくれました。ありがとうございます。私は富山出身なんですけど、声かけたけど来てくれませんでしょ。その代わり今日はあの声をかけてさせていただいた皆さんがこうやってたくさんあの入り口でたくさんたくさん励ましてくださって本当に嬉しく思います。もう少しお付き合いをお願いします。あとはあの募金の方もあのたくさんしてくださってありがとうございます。経費は全部自分たちで負担をいたしまして、皆様からいただいた善意は全てあの白石の福祉課の方にあの寄付をさせていただけますので、またよろしくお願いします。ではございます。ではチケットフライトを、はい、
者の主婦主婦みたいな感じなので、よかったらあの私も歌いながら記者のこう動きをしたりとかしますので、よかったら皆さんあの筋トレと彼で踊っていただけたら嬉しく思います。では第6モーション、ありがとうございました。